上がる日経平均、日本の実力。はい、今回のテーマです。1、日本経済と日経平均株価の関係は。2、アベノミクスと日経平均株価の関係は。3、日経平均株価は今後どうなるということでやっていきたいと思います。はい、まず1番、日本経済と日経平均株価の関係ですね。はい、日本経済ですね。まあ、見ていただいているのは GDP、国内総生産のグラフになります。で、まあ、詳しい方はですね、まあ、GDP 国内総生産には名目の、国内総生産と、まあ、実質の、国内総生産の、2種類あるというのを、まあ、ご存知の方も、多いかもしれないんですけれども、まあ、見ていただいているのは物価変動などを取り除いた実質の、国内総生産のグラフを、見ていただいています。で、期間なんですけれども、まあ、1980年から2020年の約40年という期間になります。1980年から2020年の約40年間の、まあ、GDP 国内総生産のグラフということですね。で、そうすると、まあ、1980年の頃は約260兆円っていうのが日本経済でした。で、それが2020年になると約540兆円ということなので、基本的にはこの40年間で約2倍になったのが日本経済ということになります。まあ、言い方を変えると、日本人の実力というのがこの40年間で約2倍になったと言っていいと思います。で、もちろん例えば2008年のリーマンショックの時とかに一回こう下がってはいるんですけれども、基本的にはこの40年という期間で見ると、日本の実力、そして日本経済は右肩上がりになっていると、右肩上がり傾向であるというのを、まあ、確認していただけると思います。はい、次は日経平均株価なんですけれども、こちらの方は先ほどとグラフの形が全然違うというのに、お気づきいただけると思います。日本経済に関しては基本的に右肩上がり傾向でしたけれども、日経平均株価はね、そういう、グラフになっていないですよね。例えば1989年、12月29日史上最高値、38,915円ということで、1989年が一番頂点になってるんですよね。そこからバブル崩壊があって、まあ、途中山一証券が経営破綻したり、リーソナに公的資金が投入されたりというような感じで、基本途中上げ下げをしながらも、株価っていうのは、まあ、急落していったということですよね。そこから一回株価は持ち直すんですけれども、今度は2008年に、リーマンショックがあってまた下がるということですよね。まあ、結果2009年3月10日バブル後最安値ということで7054円という株価が記録されています。まあ、1989年が最高値ですよね。そこから20年後の2009年に最安値という株価になっているということですよね。まあ、そこからしばらくね、株価っていうのが低迷しているんですけれども、まあ、第二次安倍政権が誕生して、まあ、いわゆるアベノミクスが始まったことによって株価がもう一回こう上がっていくという流れになっています。はい、で、先ほど見ていただいた2枚のグラフっていうのを並べてみたんですけれども、左側の方は1980年から2020年までの40年間、日本経済ですね、日本という国の実力ということになります。右側の方は日経平均株価の推移ということですよね。繰り返しになるんですけど、グラフの形が全然違うということです。日本経済は基本右肩上がり。だけど株価は上がったり下がったり上がったりしているということですよね。で、なぜグラフの形が違うのかということなんですよね。なぜ日本経済のグラフの形と日経平均株価のグラフの形は違うのかということなんですけど、それはですね、理由は株価には人の感情が入るからなんですね。ご存知の方も多いと思うんですけど、株価っていうのは、まあ、その実力かける期待のこの掛け算で基本的には株価という価格はつくんですね。まあ、単純にこう実力だけで株価がつくのではなく、その、まあ、例えば今回だったら日本国という国に対しての期待でですね、株価っていうのはつきます。そうすると株価っていうのは、まあ、期待されると上がるんですね。あ、これからどん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 ね、成長していきそうだと、これからどん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 ね、良くなっていきそうだというふうに期待されれば期待されるほど株価っていうのは上がっていきます。逆に、いやね、これからはね、大変なんじゃないかとか、やばくなるんじゃないかとか、っていうふうに、まあね、不安視されると株価っていうのは下がるという特徴があるんですね。
なので、株価っていうのは短期的にはその国の経済の実力を正確には表さないんですね。だから株価だけを見ててその国の経済の実力が上がったのか下がったのかっていうのは反映されていないということです。だからその実体経済とか実力と株価っていうのは短期的には別物だと、解釈していただいていいと思います。なので過大評価されたり過小評価されたりしながら株価っていうのは上げ下げを繰り返すということですよね。だから期待がたくさん入って過大評価されたら株価っていうのはすごく上がるんですよね。で逆に、ね、実力をかなり下に見られる過小評価されると株価っていうのはすごく下がるんですね。なので過大評価されたり過小評価されたりしながら株価っていうのは上げ下げを繰り返すんだと。だから株価っていうのは短期的にはその国の経済の実力を正確には表していないというのはまず理解しておきたいということです。はい。で、期待っていうのは変動しますよということです。感情っていうのは上げ下げしますけれども、結局期待っていうのも変動するんですね。なので、例えば1989年っていうのが、まあ、バブルの絶頂期だったわけですけれども、その頃っていうのは日経平均株価、つまり日本国に対しての期待っていうのは約100倍だったんですね。実力かける100倍っていうのが株価っていうことです。で、それが、まあ、現在、この動画を話している時点では約22倍。なんですね。実力×22っていうのが、まあ、今の株価っていう風になっています。だから100倍だったものが22倍になっているわけです。この30年間で日本っていう国の実力は2倍になったんですね。260兆円が結果的には540兆になったわけですから、まあ、約2倍に経済は大きくなったんですけれども、人々の期待っていうのは5分の1に、まあ、縮小しているということです。はい。なので、日本の場合っていうのは、バブル期っていうのは過大評価されてたんですね。そこまで実力はないんだけれども、もうジャパンアズナンバーワンということで、もう日本っていうのはアメリカを超えるぐらいのね、国になるんだということで、まあ全世界の投資家からものすごい期待されていたということですよね。だからまあ実力以上の評価っていうのが株価としてついてた。だからバブル期は過大評価されていましたよということです。ただし、リーマンショックの後ですね、2008年から2012年のこの4年間っていうのはいくらなんでもそんなに日本は実力が低いわけじゃないのに、まあ、株価っていうのは本当に7000円とか8000円とか、ね、9000円とか、まあ、それぐらいでもう非常にこう過小評価されていたということですね。はい。では約8年間のアベノミクスっていうのは何だったのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。はい。ということで2番ですね、アベノミクスと日経平均株価の関係はということです。はい。同じ、グラフの、もう一回ということになるんですけども、日経平均株価ですよね。2008年のリーマンショックの後、2009年3月10日、バブル後最安値になっています。そこからのね、約3年間っていうのは、基本的には株価っていうのはすごく低迷してたわけですけれども、まあ、第二次安倍政権誕生で、そこから日経平均株価っていうのはぐーっとこう上がっていく。まあ、言い方を変えると持ち直していくという流れになっています。で、アベノミクスって何なんですかということで、まあ一言で言うとね、もちろんアベノミクスっていうのはいろんなことを総合してね、全体的な経済政策でアベノミクスというふうに言ってたんですけど、まあ分かりやすさだけを追求して、一言で言うならば、もう異次元の金融緩和という言い方をしていいと思っています。もう異次元、まあまさに過去の歴史でありえないぐらい、お金をね、供給したということですよね。はい。アベノミクスっていうのは一言で言うと異次元の金融緩和。日本銀行から銀行へのお金っていうのをまあ約4倍、100兆円を約400兆にまあ増やしましたよということですよね。まあ、こういった思い切ったことをやったっていうのがまあアベノミクスという言い方をしていいと思います。はい。で、アベノミクスってね、日本の実力を上げたのかということですよね。まあ、結局、経済っていうのは日本の実力をまあ反映していくものなんですよね。で、そうした時に、まあ、アベノミクス、異次元の金融緩和っていうのは、日本の実力を上げたかって言えば、それはもうノーという言い方ができると思います。なぜなら実力っていうのは価値を生み出す力なんですね。どれだけ人の役に立つか。
どれだけ人の役に立つ商品サービスが供給されたか、その価値を生み出す力っていうのがその経済の実力ということになります。だから例えば商品がね、1年間でどれぐらい作られたかとか、どれぐらい流通網が整備されたかと、流通網っていうのは商品がお客様に届く道筋のことを流通網というふうに言ってますけれども、人の役に立つ新しい商品がどれぐらい供給されたのか、ね、もしくはその商品が届く流通網がどれぐらいこうね整備されたのか、もしくは商品を買ってくださったお客様に対してどれぐらいサービスが行われたのか、まあ、そういった商品とか流通網とかサービスとかですね、まあ、こういう日本国内に住む人の価値を生み出す力、どれぐらい人の役に立つのか、でどれぐらい人の役に立つ力が生み出されたのか、この、ね、力が向上していったら実力が上がった、すなわち経済が強くなったという言い方ができるんですね。なので日本国内に住む人の価値を生み出す力の合計が日本の実力ということになります。はい、最初 GDP 国内総生産という指標を出しましたけれども、まあ、国内総生産っていうのは1年間の付加価値の合計なんですね。新しく加えることができた価値の合計が国内総生産になります。だから全ての指標っていうのは価値であり、どれだけ人の役に立つ商品サービスが、ね、実際人に行き渡ったかっていうことが、まあ実力ということになるわけです。そうするとね、アベノミクスっていうのは異次元の金融緩和でした。から日本銀行から銀行に対して、ね、出すお金っていうのが単純に数字が増えたわけですよね。でその数字ははっきり言ったらこう印刷する数字が変わればいいわけですから、ね、単に印刷された数字だけが増えただけでは、ね、日本の実力っていうのは変わらないわけです、ね、結局その通帳に印刷された数字が100兆っていうのが400兆っていうふうに、ね、変わったとしても、だからといってじゃあ人の役に立つ商品流通もサービスというものが良くなったというふうには言えないということです。なのでアベノミクスが日本の実力を上げたかといえばそれはもうノーという言い方ができると思います。ではアベノミクスって意味がなかったのかと、無意味だったのかって言われたらそれもノーなんですね。なぜかっていうと日本の実力の過小評価を見直す機会にはなったということです。はい、だから株価っていうのは過大評価されたり過小評価されたりするので、実力とか経済を短期的には瞬間瞬間は正確に表してないんですね。だからアベノミクスの前っていうのは日本の実力は過小評価されてたわけです。でそれを正当な評価に、まあ、戻す役割っていうのは十分あったということが言えると思っています。はい、日本経済は1980年から2020年の40年間は2008年のリーマンショックのような例外を除いたら基本右肩上がりだったわけですよね。だから実力はどん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 ついて実際経済も大きくなっていってたわけです。でも株価はそういうふうになってなかった。だからバブル崩壊後の日本っていうのは過小評価されてたんですよね。ちょっとこう株価が下がりすぎてたっていうことがあります。なのでアベノミクスっていうのは日本への過小評価を見直す機会になったということですよね。まあ、異次元の金融緩和というちょっと過去の歴史ではありえないくらい思い切った、まあ、カンフル剤を打つことによって、いや日本ってそんなにね過小評価されるほどはないんじゃないのと、もう少し実力もあるし経済も大きいんじゃないのっていうのを、まあ、見直す機会にはなったということが言えると思います。はい、日本の実力ですよね。まあ、世界3位の経済大国であると、アメリカ、中国、日本という、まあね、まあ、200カ国の中の3位ですから、まあ、明らかに大国であるということですよね。そして日本人の気質として、まあ、分析と改善ですよね。何かいいものを見たときに、それってどういうふうにして、ね、いい状態が作られてるんだろうっていう、まあ、分析です。で、そしてその分析の結果、自分たちの商品だとか、流通網だとか、もしくはサービスっていうのをこう改善すればもっとね人に喜ばれるんじゃないかとか、もっとね人の役に立つんじゃないかっていう、その改善っていうのがすごくやっぱり日本人は強いんですよね。なので、まあ、分析と改善に強みを持ち、そして精密機械ですよね、とか生物科学、まあ、バイオの、分野とかですね、もしくは日本っていうのはね、まあ、世界の中でもかなりこう高齢化が進んでいる国なので、それだけ逆に、まあね、医療分野に対しての、まあ、技術ですよね、まあ、こういう精密機械、生物科学、医療分野などで世界最高峰の技術を持っていると、まあ、こういった分野に関してはもう完全にまあ、ね、先進国として、ね、世界最高峰の技術を持っている、まあ、それがまあ日本の実力ということが言えると思います。
はい、でアベノミクスっていうのは、まあ、バブル崩壊以降で冷え込んでいた投資家心理を元に戻し、日本の実力を正当に評価し直すのに貢献したということが言えると思っています。はい、それでは3番ですね、日経平均株価今後どうなるというお話です。この動画を話している現時点では日経平均株価はですね 23,059 円という株価になっています。はい、ということで、まあ、今後の日経平均株価はズバリですね 24,041 円を予想したいと思います。はい、予想の理由です。安倍首相の辞任の影響は一時的と、ね、日本の実力からしてここ数年の日経平均株価は極めて妥当な株価だったと思われるからということですね。短期的には株価っていうのは日本経済の実力を反映しないんですけれども、長期的にはですね、結局実力に見合った株価になっていくということを考えたときに、まあ、ここ数年の日経平均株価っていうのは実力とか経済から見てですね、極めて妥当な価格だったと思うので、今回の予想というふうにしたいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。